さあ、勝負だ。どうして言うこと聞かないんだよ。お前なんか嫌いだよ。だだっこだ。さあ、勝負だ。流れは基本変わらないですね。フォースとか覚えてるのは、トラジャとミリアなのか。じゃあ、まずはバイキルトから。そっか、主人公もピオリも覚えてんのか。ちょっと変更しようか。そういえば魔法戦士だったもんね。で、スクルト行きます。で、ミリアも素早さが早いんで、ミリアもピオリも打たせて、トラジャにバイキルトで行こうか。じゃあまずはミリアから行こうか。これで、2段階確実に先行してあげられた。素早さが。素早さが2段階上がった状態で、どこまでトラジャとプラスが、アトラスの素早さに食い下がれるかどうか。お、先行取れたくさくね。トラジャ、プラス来い。あー、やっぱプラースは負けるか。このダメージが分散してくれればいいんだけど、プラース、プラースみたいな感じにくるととてもきつくて。で、一回スクルト放つんだけど、こっからもうプラースは回復役に徹さなきゃいけないから。あー、まあトラジャが死ぬ分にはいいんだけどね。まあ正直死なないでほしいからね。めんどくさいからね。ザオリクでヒットポイント全回復で帰ってこないから、このタイトルは。それがやだ。いやだ、特技で行こうか。ライトフォース。攻守ともに光に強くなるフォースを飛ぶ。アトラスには光が効くんだよね。攻撃が闇だから、ライトフォースが、で、防御力が上がるっていうことなのかな。そうだとしたらとても助かるんだけど、プラスに先打とうかな、そしたら。バイキルトより多分先にライトフォースだな、これは。あー、残念、覚えてなかった。ギリギリ。もうちょっとレベル上げないとダメだったか。だからスキルポイントがなかったか。ミリアとダルにかかってるから、じゃあ次はトラジャ。トラジャも戦闘役に回りますからね、今回は。魔法戦士なんで、戦えるんで。これで全員に、あ、いいね。先行取れるパターンもあるんだね。ライトフォース。光の力を身にまとう。122、157、結構きついな。やっぱ連発で来るときついね。で、こっから防御力を下げに入ります。そう、ベホマがないんだ、実は。ベホマ覚えないのな、これな。もうちょっとレベル上げないと覚えないのかな、それとも。それが意外ときつい。特技、ライトフォース、HP 低いダルにかけて。ここで兜割りでズドン。下がれ。下がんないパターンの方が高いけど、たまに下がる。ライトフォース。あ、回復か。あー、よかった。アトラスがさ、プラスの方向いてたからやばいって思ったけど、うわあ、まあいいでしょう。次絶対先行取れると信じて、兜割り、ベホマラー、ライトフォース。兜割りで。下がれ、守備力。おお、ライトフォースの力だね。倍化したね。バイキルトの上にさらに倍化したね、ダメージが。プラスのヒットポイントがもう少し高ければ。ライトフォース。これで4分の3ライトフォース。かかってないトラちゃんに来るか。やめようぜ、そういういじめは。いじめよくない。まあ、こっちの方が立ちは悪いんだけどね。で、ここで、ライトフォースを自分にかけて、とりあえず揃うが、そろそろね、補助魔法効果が切れてくるんで、強い。1300は強い、二人で。これはちょっと、アトラスがなんかかわいそうになってきた。アトラスがかわいそうになってきたが、これまだね、運がいい、今回は。痛恨の一撃が来てないから。あの、通常攻撃しか来てないんで、これとても助かりますね。兜割り、ここでスクルト、攻撃、兜割り。そろそろ補助魔法が切れるんで、またかけ直さなきゃいけないのがすごく嫌だ。さて、全員にスクルトが入る。476、十分なダメージ量。うわー、全体に均一ダメージだったかな。100ぐらいの
外れてるラッキー。プラスが、とりあえず生き残れ。来た！通行！これ死ぬ！当たれば死ぬ！悪いなぁ。悪すぎるだろう。これは鬼神号だなぁ。攻撃力が元に戻る。741。戻る。素早さも戻る。491。攻撃力戻る。素早さが戻る。通常攻撃。守備力が元に戻る。ライトフォースのおかげで、まあ、あとスクルトも入ってるからな。これはどうすべきなんだろうな。冷静にここはバイキルトとカブト割りかな。もう一人回復役がいればな。入った！勝ったんじゃない？よーし！さあ、勝った！うわあ、危ねえ！あの痛恨で終わったかなって思ったけど。うわあ、勝った！よかった！ああ、勝った！やっと勝てたよ。これどうなんだろうね。これより強い敵出てくんのかな？中ボスポジションで。いやー、勝ったねー。レベル下がったぞ、でも。なんでだ？下がることとかあるんだな。あ、石の町じゃねえや。これ下がんのか。レベル78のトラジャがいるから、もう少し高いやつもらえるのかなっていう、あれだと思ったんだけど、違うんだね、これ。これは運なんだな。そうか、運か。まあ仕方ないな。じゃあまあ、地道にやっていくか。さて、石の町に。石の町じゃない。ここは、カラコトか。カラコタに着きました。コメント欄でも一つあったんですが、ちょっと試してみましょうか。このカラコタの、あの神父さん、口が悪いよねっていう話になってて。さあ、いいな、ほら。やっぱそうなんじゃない？生き返らせます。お金ないんだけど大丈夫。愛と信用のゴールド銀行。愛と信用のゴールド銀行にちゃんと預けてあるから、ね。金利ゼロだけどね、あそこね。金利ゼロだけどね、あそこ。まあいいか。コメント、これですね。斉藤さんですね。下の名前はちょっと難しいな。秋則さんでいいかな。間違ってたらすいません。カラコタ橋の境界でセーブして電源を切る際にお疲れ様でした。このままお電源をお切りしやがれと出るんですけど、ダルさんのソフトも出ますかということで試してみたいと思います。口悪いな。洗いざらい話してもらおうかだってさ。せっかくなんで動画でね、試させていただきました。コメントありがとうございます。さあ、果たしてどうなるのか。こいつのひとときの休息を与えたまえい。おきりしやがれ。出たね、ほんとね。いやー、すげーすげー。こういう小ネタもあるんですね。ということでね、今回のパートはこれで終了となります。アトラス戦お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。毎日19時に動画更新。3年以上経過した作品のみ扱う新作タイトル縛り実況者として活動しています。チャンネル登録してない方、動画下のチャンネル登録をクリックタップよろしくお願いします。2015年は飛躍の年になりそうです。活躍に期待してください。